あずさ公園です。公園ですね。子供の頃はよく遊ん、そこまで遊んでないです。セレビーが出てきました。誰かが一人ぼっちで泣いています。セレビーですね。もう大丈夫だよ。一緒にポケモンショップへ帰ろう。さあ、素直に帰ってくれるんでしょうか。捨てられたんだ。捨てられたそうです。人間なんて大嫌い。そんなこと言わないで。セレビーはどっか行ってしまいましたよ。あ、やっぱり小池でした。虹色の公園、レベル400以上からです。ボスを倒したり、カプセル5個以上拾う。草タイプで、草と電気、味方を連れていけばいいのかな。行きましょう。この前はハピナス無双だったんですけど、そろそろレベルが追いつかなくなりそうなので、いいです。草がいません。林ガニが草ポケモンですね。さあ、自分はこれを使います。味方は電気を持っていかないと、効果抜群が出せません。電気ポケモンがいない。全然いない。後ろ、後ろ、後ろ。見えない。見えない。電流。レベルが全然違うけども、電流ですね。あとは、敵に強いのを入れけば、勝手に倒してくれるでしょう。ムーマーチ。せっかく仲間になったので、アーキオス。水なんでちょっと厳しいんでやめます。水に対して炎もダメ。ハピナスさんに連れてきます。バトル開始。虹色の公園、さあ行きます。コインがいっぱい落ちてる。スタート。マリオ、マリオ、効果ばっかり、効果ばっかり。ロケットがある。これは倒す。落ちた。この前罠があったんでね、ロケット壊しちゃダメとか言う。どっちかわかんないんで、とりあえず、まずはクリアを目指します。マスターブールが落ちる。マスターブールだ。きれい。取れたのかな、わからない。ビーズ、ビーズがいっぱいいる。ビーズは圧倒的なブースターが大好き。ビーブルがいっぱい、ビーブル回る。集まってきました。ビーブル回りながら集まってくる。ジャックを倒す前にボスが出てきました。マナフィ、マナフィって伝説ポケモンだった気がする。あとは勝ってないのが分かりました。電流が人が人が爆弾をいっぱい取ってくれてるんで、これで調子がクリア。と言っている間にもうボスの体力が2単位になった。自分がどこにいるのか分かりません。あ、いたいた。混乱してた。あ、電流が勝手に倒してしまいます。あ、やっぱり仲間になるとコインに変わってしまいました。タイム64秒。ボスを倒すカプセル。さあ、最後は何だ。120コイン以上拾い、全部取りました。ボーナス確定。ボーナスでマナフィかな。何が出るの。タッチして取ると取れるけど、モンスターレードは取れない。マッシュ。ムーンファイル攻撃を一瞬受けてみます。そしてトドミを取って、これはマイルが最後のボーナスからはマギオが出ます。ルイズもいっぱいクリア。交換クリア。あっちっち。この床、このばっかり出るんですね。このハテナは一体何が。地面だったり岩だったり水だったり、この辺で効果抜群を取っていきます。
で金運の末期を取りましょう。せっかく手に入れたのは、これは水だったり岩だったり岩アーケオスか岩ならでも入れておきましょう。これは水キングやクラブハンマーとか、もしかしたら効果半減の技を当てたとか言われるかもしれないので、効果半減の適当にマグカルドを引き覚えてます。林ダメをついていきましょう。それで逆転の相性関係は抜群です。どういうか、まあ、アーケース、キングや林カメ、さあ、どんなポケモンがブルー、ブルーどこにか、ありませんブルー、キングに全然使わないポケモンばっかり。これは何ですか、爆弾か、攻撃したら10ダメージを与えているという何が続くかわからない。クラスター、カプセルが入ってる、何が入っているかわからない。ご注意です、ご注意です。あれくんが強かったんですよ。何もできました。守りして、瞑想して、守りして、瞑想して。自分がどこにいるかっていう。マジで死んだけど死んだけど死んだけど死んでしまいました。あ、全員死んでる。それで高すぎだね。コンティニューはせずに、次頑張りましょう。自分を見失ってました、ね、エモンガ金色のカプセルからエモンガが出ました。それでどうなったかちょっと厳しいんだよ。もう一回行きます。同じメンバーでどの爆弾を使えばいいか、同じメンバーでどんどん行きましょう。キングラちょっと危ないんでエモンガを取ってみます。今度こそクリアできるかな。炎の床もしかしてダメージ食らってたりしないかな。炎の床で怪しいんでちょっと行ってみた。やっぱりそんなことないですか、そんなことないですか。トルバクターも当たってないと思います。ドクターちょっと上に打ち上げてちょっと姿を見せます。次のカプセルは1回落ちるので今度回していきましょう。ドクターは人気ダウンしてます。これはなかなか多すぎだな。マスターウェルが落ちてくる。マスターウェルが来たよ。タッチしてたら、いや、こういろいろ。やってほしい。なんだなんだ、やってない。そういうのもこれはありますね。首が大きいと、やっぱり、味方が死んでる、味方どこで死んでる。あの日の上で死んでる。爆風、爆風はかっこいいやつだったりだ。スパークはスパークはスパークスパークスパークこれを使うんだけど近づいて味方を助けようとする自分がやけどを受けてしまう。味方がどんどん強く味方しっかり味方を助けに行く間に仲間を勝手に倒してくれました。どん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 敵が多くなって周りが見えなくなってきてます。160コンボ以上は出たみたいです。このタイプのポケモンを使ってくるや使えということ。
あ、早速エラーコインが出るはず。あ、やってやるな。残念でした。難しくなってきた。特徴にそうするだけがいいってわけでもない。というわけですね。めぼしいポケモンがいません。ヒョイの罠、ヒョイキングがいっぱいいて倒せるぞと思ったらギャラロスが出てくるようなパターン。あら、炎タイプのポケモンを使わずにクリア。水に対して炎が大勢いっぱい。残りの体力が20以下ってめちゃ言いますね。あ、元気でいきます。元気でギャラロスなんか4倍のダメージ倒してしまえばいい。エモンガとエモンガとドブドブか、ドブドブなんていうギャルですぎ。罠なんで、もしかしたらギャルですと見せかけた元気にすごい有効なポケモンが出てくるかもしれない。やっぱりこいつ。ゴールデンボールだ。破壊するんだ。早く取る。破壊するんだ。こんな格好はいっぱい。ちょっと取らないと。磁石がありますね。磁石に吸い寄せられて。考えていくという人口なんだな。絶対といきます。ラッパが落ちる。このラッパはなんだ。集合。え、何が何だか分かりません。金のボールだ。銀のロケット、銀のロケットを倒すと、もしかしたら銀のモンスターボールが出てきたり。ダメージゼロって壊しないっていう。味方どんどんダメージ落としよう。磁石に吸い寄せられてダメージ浮かんで入っている。やっぱり出ました、ギャルドス。凶悪っぽいギャルドス。ユーマイは強いですからね。ユーマイってからの立ち上り、でも元気だと4倍なんで即死。いやー、ひどい戦いだった。コインの罠終了。70コンビでロケットを増やさずに来る戦い。増やさずにも結構厳しいで、コイキングに攻撃したら壊れるから。まあ、おいおいコンプリート目指しましょう。カバンのポケモンはコイキングばっかり。金色のカプセルでもコイキング、すべてコイキング。これはちょっと500円で売るしかないですね。コイキングちょっと坊や、いいポケモン500円でどうですか。コイキングかよって。最初のうちにコイキングもらったらすぐにギャルドスまでできるの、まあ、いつも買ってギャルドスにしてました。さあ、クリア。1個目クリアしました。水の丘。では続いて、わんぱく広場。わんぱくな広場です。鳥、ペッポじゃないな。誰だろう、これは。ムックリだ。おぉ、ムックリ最初に出たしな。マネバトだ。クルポーなマネバトですね。まあ、こんなことは置いといて。トイキングじゃない。全然名前が分からない。トイキングどんぐりこ。これでまた元気ポケモン、どんどん元気ポケモンもいいわ。適当にコンピューターに任せとこう。
んが元気だった。多分任せると自分と同じタイプの言葉が出てくるんですよ。よく出てきた。トサキンコ。トサキンコです。トサキンコ。アズマコ。アズマのトサキンコはちょっと扱いがひどかったよ。言いかけ出たら何もできない。無理に元気がつかない。しまった。またそんな技が嫌なの。なんだこれ、増えるか。投げつけろ。投げつけろもいっぱい。自分の技がない。これが本当のポケモンだと、例えばツンデレ状態で攻撃を耐えることができないということで、ツンデレですけども、これは別に違うポケモンなので、関係ないです。ハネボー、ハネボー、ハネボーじゃないです。ポケモンスライダー。ダーテンゴンのやつか。あ、攻撃を出せない、遅い。こうやってる。命中弾を。この時は、立ち止めで。立ち止めで、ラッキーを立って。落石は2年で打つと、なくなります。タッチでボスを倒すと、どんどんタッチ手が入れますね。仲間になりました。種棒、種棒さん。ちょっとポケモンもう一回やり直そうかな。全然思い出せない。全部取れました。クエストクリアのボーナス。何が出るんでしょう。どれぐらいかピーピーした。麻痺してますよ。これタッチすれば、こういうのが9分前に取れる。あ、プラス。プラスはいいですね。なかなか好きなことなんです。あんまり使わないです。どんどん行こう。クリア。ポケモン集合。ポケモンが集合してきます。さっきの増えたな。クエフクとかいうクエストがあるかもしれません。ニャースなんで格闘ポケモンを取り出せばいい。そう、格闘ポケモンなんか持ってない気がします。あんなぐらい持ってないんで、ラプラスを出ましょう。あとは勝手についてこいってすると全部水になると思うんで、適当にバランスよくポケモンを入れておきましょう。せっかく仲間になったので、水が入るようにやめまして、氷を狙っていきましょう。砦を守る。砦の前で使っておけばいいんでしょうね、きっと。身を出す、身を出す。砦に攻めてくるから、砦の前で使って範囲攻撃。なんか、バグ操作。範囲攻撃、これはでかい。ここで本部を出すのきついんじゃないか。これはスピン悪いです。消えてしまうことはダメージを受けなければ今度は消えそうですね。スピン悪い、あと少し
モンスターボールを取りに行くと、フラッとしまうか。落ち込んできた。取り付いたんで。すぐ強くしてきた。これでフラッとしまった。ダメージを取ってきて。ヘイルが相手に当たってくれてるんで、これを拾えば、あ、ヘイルは入ってしまう。死ぬか。激しくなってきた。誰か相手を取りに行ってくれ。タッチパワーが勝手に取れ。無双ができ。タッチパワーを落とせ。アッカー。ナース軍団が大量に。ナースがボスで、なぜかペルシアンがガチャっていう。いいですね。タッチパネルをしてる間に、どんなアイテムを取りましょうって終わってるじゃないか。味方が強すぎて、まあ、ニャースなんでね。せめてペルシアンに来い。はい、一番奥に見えるのは、金のカプセル。あ、はてなはてな、何かわかんない。あ、金のカプセル消えてしまった。じゃないか。何もしてないんだよ。だから私らは味方が勝手に倒してくれてしまった。使いたいのは特にありませんでした。ちょっと気づいたんですが、後ろの影になってるのはもしかしてブーブルポケモンじゃないかな。そんな気が、そんな気だけでなくて、そうですね、後ろに出てくるのは出てくるポケモンです。影になっているのはファイヤーっぽい気がしますね。まあ、ほっといて次に行きましょう。ここはライバニアとかその辺が出てきそうです。一番左手前のやつはフリーザーかな。まあ関係なくファンザーとボコボコにしに行きます。ラプラスの水の波動か。水の波動打っとけば強いんで、どうやって使うんだろうか取ればいいよ。火を滑る感じだと、くるっこーくるっこーってね。あ、タブを打たれた。こう、あー、そういうことか。これを時間ごとに、あとは一気に一気に出して、15秒ごとに、大砲が飛んでくる。あとだけじゃないよ。いろんなポケモンが出てます。あ、大砲が飛んで、おぉ、君が大体とやってる。何をしてるんだろう。おぉ、大砲が飛んで。アイバンダアイバンダなかなか好きなんですけど、ね、弱いのですよね。手を出してる解体手で取って使えないと。どれだけ進むんだ。何かやらせる方法あるんじゃないかって思ってたら、無限トドが来たな。無限トドが怖くてしょうがないよ。トドと雪の王が来たら泣きそうになりました。無限トドなんて、無限じゃなくて無限だな。ちょっと待ってから、HP なくなって何もできなくなりました。無限トドが耐久なくしてるな。どうするか、お、仲間になりました。ホイキングがピヨピヨになったら、ホイキング味方からだ。やっぱり選ばないと、意味不明な点がついてきてしまいますが。
言われました。まっすぐマスカット出てないです。
に麻痺してましてラウダマスターさん。ドルバット。続いて本番。本番を倒しに行きましょう。虫ポケモンを使ってクリアしないといけない。虫ポケモンは、こんなにいたかな。50個以上出す。ロケットいっぱい出てくるんですね。じゃあ範囲攻撃を持ってる方がいいと思うけども、でも虫ポケモンを使わないといけない。虫ポケモンなんかどこにいる。人間がいる。こういう時は自分は強いポケモンを使って味方に非常に弱い虫を入れておくがいいと思いますが、後ろの方にミツハニーがいた気がする。いないいないいない。あとどうすればいいの。昔みたいにいらないポケモンを合成として使うとかあればいいんですけどね。カラスがいる。カラスを入れておきましょう。エリアクエスト一つは完成。あとは虫の強い人に飛行とか炎とかね、人がいないので入れておけば封鎖せませんか。クリック。虫がいっぱい。なんだこいつは。アリアント、アリアンと言いました。アイアンと言いました。エアカッターで2回攻撃です。やってる間にロケット破壊ができない。加工棒に任せてこっちはロケットを倒してきます。いい剣。勝利さん早く勝って行きます。当たってないじゃないか。ロケットを早く、ロケットを早く飲んでるコース。ああ、壊れなかった。なんかピコンピコンって言ってる。さあ、クラッシュはすんじゃない。クラッシュさせてみてください。フリーダフリーダの本当だ。素早さが異様に速いのじゃないか。6人強い強い。タッチゲームじゃない。決まった。カラス落ちてる。何でか分かった。発動量がひどいことしてるのか。どちらに強い。落ちた。ゲーム落ちた。終わった。これはきつい。クニョンクニョンクニョン。誰かこんな人。ここで虫ポケモンがいっぱい入ったのでこいつらを使えばいいか。じゃあこいつらいきましょう。テッカミンさんがいるので、テッカミンさん最速ポケモンですね。体見てもいい。ここはね、ボルダー僕も多少は耐えてくれるだろう。これなどもあります。いいのがいない。
くらいかな。レベル高いやつ。こんな気持ちがいれば大丈夫。この技は弱い。じゃあ、クロス。ちょっと苦手で。しかも、ウエスが遅いし、強いがかなり、いらなくて。もっと難しい技があったらいいな。ちょっと繋がっていただきました。一応なんか、誰かが落とされます。どこかのトップストアキュアでしたんで、つなぎましょう。影落としが強いのか、影落としが破断攻撃なのか。よくって動くって、引き込んでる、引き込んでる、捕らえる、捕らえるで。出てきました。今は全然無視じゃないっていうね。抜け人がいっぱい、抜け人しながら今どうしようかな。よかった、よかった、よかった。一緒に出すぎる。自分が落ちると全然しない。これがちょっとだったのか。タッチプムを使えばよかった。ダメだな、ごちゃごちゃして全然状況判断できてない。パクって10個以上か、悔しくなかったね。ついに追いかけて、タッチしたやつが強いんだ。発動してやったのに見せっこない。いいピンが仲間になってる。抜け人が仲間になってる。使うしかない。クリア。さあ、セルビーが来ました。このタイプのポケモン使わずにクリア。きっかけ問題が多いですね。じゃあセルビーが仲間にしに行きましょう。せっかく仲間になったんで、ウィークイーン攻撃指令していきましょう。これは結果に負けちゃうのか。さすがにそれだと楽しくないので、レベルが差が落ち着いてるか。抜けとか出ていきますか。強かったんじゃないかな。取らないから取っておりや。アップタイプを捨てていこう。セレビーなんだね。セレビーってエスパーじゃなくてエスパー草だった気がする。時の果ての話なんだ。さあ行きましょう。よしよし、反抗役だけど強くないっていう。なんかもう押してるよ。どういうこと。あ、そこに本当に最後リンチじゃないか。もしかして弱点だからそっちにしてるやつか。何が落ちてる、風落としても耐えてるんだ。
どうして目の前で当たってそんなの関係ないのか、さあ無限に使っていけないって俺熱すぎですよ早くやり方を間違ってたって聞いたらもうちょっといいのよ、本当に熱かったって、ちょっと落ち着いて本当に熱すぎ、さあ100人ぐらい発動した、もう乗り越えた、全員全体なんか出てきた、スープンが出てきた、今のうちに倒すな、前回は強すぎてから倒して中にはなりやすいっていう、プレゼントボックスがスープンが仲間になったということなのか、やったらいいな、使わないですよ、体力がやばい、体力近づけて死んでしまう、うわー、何件もしましょう、さっさとクリアしていきましょう、またプレゼントボックスがある、ボックスはハッピーです、アイテムを選んだけど仲間になったとかそういうわけではないのですが、テレビよりもメロディアが欲しいんだよ、メロディアを渡せよ、ほらメロディアを渡せたのやろ、どうかって感じでメロディアくれた、とりあえずメロディアを渡せダブルでやりました、ルビーの仲間になるな、今回は全然仲間になってないですか、何度だハテナが何かわからない、コインが1回落ちたか、コインだけあったところ予選コインを使ってしまったから、2000ぐらいどうってことないですね、さあまた今回のボスであろうポケモンです、一体誰なんでしょうか、全然わからないですね、クリア、セレビーを仲間にするのクリア、青空公園が終わりまして、次は交通博物館、博物館ですね、あ、電車とか汽車とか機械系のものがいっぱい出るのかな、といったところで今回はこんなにしておきます、ありがとうございました。